マルク博の紋章マルク博領及びマルク家の紋章。現在はハムの師匠として用いられている。マルク家のクレーフェコ及びマルク博の紋章1450年から1480年のクレーフェコ及びマルク博の紋章マルクやヌベール公の紋章マルクやスダン公の紋章ユーリヒクレーフェベルク公の紋章マルクかまたはラマルク家は 神聖ローマ帝国のマルクク領を支配した貴族の家系。ベルクク家の分家であり、後にいくつかの冒険に分かれた。本家は後にマルクク領に加え、ユーリヒ公国、クレーフェ公国及びベルク公国も手に入れ、分家はアーレンベルク薄領、ブイヨン公領、スダン公領などを領した。マルクク家はアルテナク領を支配した。 ベルク博家の分家を起源とする。同家の初代アドルフ一世本マルクは、マルク城にちなんでこう呼ばれた。エンゲルベルト二世は、アーレンベルク家女子相続人マティルデと結婚し、その後同家は、マルクク家とマルクアーレン家の二流に分かれた。また、それらの家からさらにヌベールク家及び、ロシュフォールク家が出た。アドルフ二世が、マルク博領を継承し、その子孫は、最終的に、 ユーリヒ、クレイフェ及び、ベルク公領も継承したが、1609年に断絶した。継承戦争の末、1666年に、マルク博領は、ホーエンツォレルン家のブランデンブルク選定校に、相続されることなり、ブランデンブルク選定校はこの後150年間、マルク博領を相続した。プロイセン王、フリードリヒビルヘルム2世は、二人の諸子に、 マルク博クの称号を与えている。エンゲルベルト2世の子エヴーァーハルト1世がアーレンベルク領を相続した。エヴーァーハルトの孫ヨハンの三つ子により、この家はさらにアーレンベルク家、スラン家及びランメン家に分かれた。エヴーァーハルト3世がアーレンベルク領を相続したが、ロベルト3世でこの家系の男系は断絶、ロベルトの妹で、 ジャンドリーニュと結婚したマルガレーテが相続し新たなアーレンベルク家を創設した。ロベルト1世がスダン領を相続ブイヨン公領も支配した。ロベール2世はアルデンヌの悪魔と呼ばれた。ロベール3世及びロベール4世は共にフランス元帥に任ぜられた。アンリロベールは公領の大部分を失い、スダン公と名乗った。 娘で相続人のシャルロットの結婚により考領は、ラ・トゥール・ドーベルヌ家に継承された。アルデンヌのイノシシと呼ばれた、ビルヘルム一世が、今日のベルギーの乱面を継承した。子孫のビルヘルム二世は、ご依然の長となったが、五百七十八年に、独殺された。また、フィリップは、マンダーシャイト・シュライデンの女子相続人と結婚し、その息子イルンツとは、シュライデン及び、 ザッフェンブルクを継承した。同家の女子相続人マルガレーテは、アーレンベルクコーカールと結婚し、所領はアーレンベルク家に継承された。マルクハクカの系図は、マルクハクリョ領系図参照。ありがとうございます。